俺たち事故はつきものだからやっぱりデーモンでした <laughs> 俺たちの天敵だからねやつだけは許せないまあ、ただ話してたらいきなり出てきやがってしかもデーモン <laughs> 殺しに来てますねあ,あれ <laughs> 礼拝堂の廊下で分かれました、目の前で。まあほら、俺たち、事故はつきものだから。やっぱりデーモンでした。<laughs> <laughs> そうね、俺たちの天敵だからね。そうですね。やつだけは許せない。まただ。ちゃんと、隠れてください。<laughs> 話してるそばから。地下です。登ってきてます。足音でそこまで分かるんだね。 まだです。はい。ちょっと猿の手取ってきます。ちょっともう一回ハント起きちゃうかもしれないですね。まあ、その時はみんなで死の。外出ててください。多分その隣の部屋から湧いてるんで。つまじ持ってます持ってるよ。あ、炊いてください、今。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ。はい。意味なかったか。重ね書きできねえんだ。えー、っと、メアーデーモン足が普通でした、ね。択はい。足は普通。ただ、足が普通だったので。 誠意じゃない誠意はないです。でスピリットボックスが塗りつぶされました。わおデイモンですね運がいいですね天敵帰りますいや本当話してたらいきなり出てきやがってしかもデイモンやっぱりマジでぶち殺しに来たなあいつ殺しに来てますねあいつ危ねえなめちゃビビったわ今ふざけやがって加瀬俊さんってやったらこうなるんだなたぶん。あれあれ来週あいや 俺がカメラ持った瞬間に反応してきたんだ。わかりますそんなことあるの来重ってあの、ゴーストが、そいつがいるところで、電子機器があると65、65%以上で反応してくるんですよ。じゃあ、そこも入ってきちゃうのか。で、ただ、俺、最初、確かライターつけてた気がするんだけどな。いや、つけてなかったよ。あ、ずっとカメラ持ってたのか。ああ、じゃあそれか。カメラ持ってると65、65%になっちゃうんだ、来重は。はい。あいつの範囲内にいると。いや、でもいい。 いいレア系が見れましたねそ,そうですね。初めてちょっと経験しました。俺普段いつもライターつ,つけていってたんで。そういう特殊なケースもあるのか。レアいっぱい見れてるじゃん、今日。いらない。<laughs> いらないレア系だな。全世界の皆さんにね、こういうレア系もあるんだよって。お伝えするのはもう大事な。あの、あそこの隠れ場所って、ゴーストが足が速いとなんか突き抜けて入ってくることは結構あるんですけど、でもノーマルのスピードで入ってくるのは本当に。レア系。 レアゲすぎるほどのレアゲです。なるほどね。1週間ぐらいやってて、1回しか経験してなかったです。さあ持ち帰った瞬間にバヤッて分かれるってことね。そうですね可能性として。ありますよ。俺がや,やられたのはここで帰ってくるときにここで目の前で分かれました。やろうに。はい、やろうでした。<laughs> あのやろうってもんね。天敵。きますはい。どこここ 暗いとねそうなるよね、うんうん、足音が静かかお入ってきた <noise> またですかティ <noise> かなやってまった。終わってる。電気つけられたら。ブレーカー落ちてるから上がらないんじゃないのあ、いや、上がります、上がります。スイッチはカチカチできます。あんたが終わってたらカチカチ,チカチはできた。猿の手が欲しいよ。使うんですか使ってみようと思って。多分音声認識しないから使えないと思いますよ。んて言えばいいの知識が欲しいって言えばいいの知識です。知識。はい、知識。ダメです。<laughs> 今、ピース動いた。あ、それ出たり入ったりしてるからですね。テキストってどうやってぶのテキストは設定で、 ゲーム設定になってると思うんで、音声認識モードを右の方にしていくと、テキストって出てきます。上から3つね。はいはいはい。あテキスト、はい。で、右クリックを押すと、後方としては出てきますよね。願い事、あ、ほんとだ。はい。で、下にあるその他、多分今ハントすぐ起きちゃうんで、一回隠れてください。<お>あこ、こっちですよ。長しのさん、こっちこっちこっち,こっち。どここっちってどこ入り口のこの横です。ここ。多分ここまで来ないんで、ハ半終割ってからです、使うのは。 そう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 。終わったかどうかがわからんな。ああ、ちょっとわかんないんであれば、扉ガチャガチャすれば。そう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 ,そう。たぶな。1>, 多分1分なんで。あはい。で、出ると、もっともっと,もっと前です。もっとぎ出るギリギリのところで,で、正面向いた方がいいかな。で、で出る、すぐ出る。あさよなら。さよなら。さよなら。<laughs> <laughs> <laughs> さよなら。 <laughs> <laughs> 難しいねあの願い事を使った瞬間にで右クリックで切ってすぐ出ないたダメですなるほどね皆さん難しいですよこれ画面どうでした暗くて何も見えなかったですよね <laughs> レースですね判別不能ですねそもそもこっちに回って入ってくるってことがないんですよねああじゃあレア系だいっぱいレア系だ 次、もし同じこと起きたら、多分、マルチじゃ使えないですね、あそこの隠れ場所は。うん、というのも、皆さんにお伝えすることができている有意義な配信になると思います。<laughs> すげえポジティブだな。<laughs> いやいや、でも、こんなことカスタムで考えるやついないよ。いや、いますよ、結構。レベル、は<や>また、さっきの隠れ場所に隠れて,てください。はい。どこで湧いてんだちょっとゴーストを無理やり呼んで判別しますね。はい。 結構地下とかで分かれるとまあ足音すら聞こえないんでそうね、逃走だね。あいたいたいた。全く聞こえません。ここにいます。ここにいます失敗した。誠意ですね。呼んだのはい。もう出ていいのた分まあ半途中なんで出れないです。終わりました分でしょう。終わってない。あべ、真っ暗で前をなっちゃった。終わらない。なんも見え。 とりあえず足は速かったのでセイですねなるほど。あ来た。上がらないのよ、これが。なるほど。なる<あ>上がった。何、行ってきたのあはい。なんか、アンチの場所行ったら、あのちょうど足音聞こえて。うんうんうん。アンチの場所まで行ったんか。はい。まあ。危ない。せいだって、みんな、4択のうち足が早いからセイ、せい、うん。おお 素晴らしい。ね、しかも超常現象を目撃している。25以下までは下がんなかったのか。ああ、確かに。じゃあ、もう一回行きます。あと一回で上がるかな。あと一回で終わるな。終わるといいな。これをひたすらやるはい、ずーっとやります。やり続けます。結構集中力いりますけどね。いるね。さあ、デーモン来ないな、点滴。最後点滴で締めたかったのにな。いや,やめて。<laughs> 今さっきみたいに間近で別れるのはちょっとマジでびっくりするから <laughs> いやーねえはいやりますよーデーモンじゃなかったら来週でしたからねさっきねうんマイリングか ですね、ポイとは足音はあんま聞こえなくないですか確かにああ持ってかれるなあらあらあらサル乗ってくれよフフフ,フあやべ落としちゃったいいや帰ろ帰ろ足音どうでした なんか確かに言われてみると、遠くの時は聞こえなかったような。う足の速度普通で,そうだ、ね、で、妖怪でもない、来獣でもないので、判別がほぼ不可能です、ね。マイリングじゃなかったとしたら。<laughs> だからもうマイリングだという期待を込めて、マイリングで帰ります。はい、<laughs> まあ、違ったらしょうがないだからね。しょうがないです、もうこれは、うん。特に失うものも少ないので、俺に関してはゼロなので。<laughs> わマイリングだ。マイリングでしたね。MJ 死にすぎだな。もう俺だけ死んでますよね。何回か特定され、して死んでるもんね。3回です。あそこで。あら。入ってこられたの。ああ、足りない。え足りない ?999。99, 99。ああ、霧がいいな。<laughs> ある意味。<laughs> ある意味ね。じゃあ、ある意味め締めましょう。次ね。 足音で近づいてきてもさ、入ってきてるまでがちょっと分かんないので、まだ。あの、心音が、その、ドクンドクンってなると、かなり近くにいるので、ああ、そうね。そこで判断しますね。でも、横歩いてても、ならないああ、まあ、そうですね。うん、目の前に来たのは、その、なんとなくにはなるんですけど。3回か、<ー>今日、MJ、あそこで、かられてんの。うん。いやー、ほんとだ。じゃ隠れていてください。はーいねー。見えな。誠意です。早いな。足音がすごい気日のした。 全然聞こえない。じゃあ、出口のとこまで行って帰りましょう。まさか猿の手でてる。横に、横に隠れて、横に隠れて。どうぞ、開きます。帰りましょう。今、使ったの使いました。俺、足音聞こえなかったなあ。あ礼拝堂のとこまで行ったら聞こえたんで。誠意だとあっという間だね。そうなんですよ。 だってすぐ半島来て足が速かったらほぼ正義正義です1分10秒でしたね早い、はい、そうこれが結構強いんですよ猿の手で途中で帰れるっていうのが結構強くてまあ時間短縮には、ね、そうなんですよ最高ですよね半分になってますからね大体でほらこんな説明せずに一人で黙々とねやってればそうですそうですいやー素晴らしいこんな感じですなんかいろいろ失敗も今発見できましたけどね こんな感じでやってます。なるほど、わかりました。てひとも2000ぐらいに長瀬シオンさんもいいよ。5000 <laughs> で十分よ。5000で十分<千>あ、じゃあ5000まで頑張りますよ。5000なんて言ってない。<laughs> まあ、YJ <こ>さんがね。 2>, 2万5千目指すっていうんで、あの、ね、5千五千っていうかその、1万5千とか、2万とか、5千区切りでまた来ますからうんうん、うん。突破してる可能性あるな、俺。次会うとき多分2万とかになってそう。やばいね。まずい。そゃまずい。なんかもう、レベルがまさかね。 1>, 桁が1つ倍,ですよ、ね、1> <laughs> 10, 倍10倍以上う,、ね、うまくいけば1時間で150とかいくんでだから1日3時間4時間ちょっと頑張れば1日で500とかいっちゃうんでいやー一応ね開始した時期は一緒なんですよ<あ>皆さん確かに見てくださいよこのレベルさ桁が1つ違う <laughs> いますよ1万超えてるプレイヤーって結構いるんで、そ人たちは、もうほんとずっとやってるか、もしくは俺みたいになんかカスタムして、なんか自分なりの稼ぎ方やって、でも、カスタムって、つい最近でしょ、うん、サニーメドウズが出たぐらいだったかななんかそれぐらいのタイミングだから、もう結構経ちますよ。半年以上前にはあるの。その時のは多分もっと倍率上げれたんですよ。最大24倍まで。24倍。今は15倍までしか上げれないんですけど。ちなみに、どうすると15倍なの 今9倍ぐらいじゃん。設定を全部悪くするとちょうど15倍になります <laughs> 何。何もう開始が0%で。0%、足の遅さ50%、ゴースト150%、あのー、ブレーカーなしとか、全部やると15倍になるんで。持ってく荷物は制限はあるの荷物は特に倍率に関係はないです。じゃあ、あのー、<laughs> うん、後々1回15倍やろう。やりますか。面白そうだな。確かに。うん。いずれ。 いずれ1回15倍やろうあの言っときますけど、うん、サニーメドーズで,ですよねもちろんサニーメドーズが何か倍率がいいんだっけあのもらえる基本の基礎点が高いんだっけはいじゃあサニーメドーズででもまあ普通にちっちゃいところでも知りますけど多分まずまあでも そうね、まずは俺たちのマイホーム、うん、我が家ウィロークリート、はい、ウィローで15倍 <laughs> あのおそらく逃げ切れずにスマッじだけ大抵知るっていう <laughs> おそらく隠れ場所もないでしょうから <laughs> そうですね,うすねどうすんだサニーメドウズができた時はあそこ隠れてたとこあるじゃないですかうちらがあそこは常に解放されてたんですよでも今はもう 潰されちゃったんで隠れ場所なしにするとあそこで使えなくなっちゃうんですよで15倍設定はね隠れ場所ないんで無理に15倍にして、うん、そんな無理ゲーやるよりはまあこれぐらいでやった方がまあ効率はいいよねあそうですねそもそも足が遅くなると回すスピードも遅くなっちゃうんでああまあ確かに死んじゃうことの方が多くなっちゃうんで死ぬとね元も子もないからねはいそうなんですよじゃあ皆さんあの我が家ウィローでね、はい、15倍いずれ動画撮りたいと思いますんで <laughs> あ大型アップデート前までにはね、うん、そうだなその時までには MJ が 2万ぐらいになって,てほしいな。分かりました。えっと、1日500上がるとして。<laughs> そうかじゃん。<laughs> あ、違う。普通、20日だ、20日。二十日か。まあ、17、18日ぐらい。それはね、おいおい、6月中にね、できるといいっすね。そうっすね。どうやってみたい。面白そうだ。アホやな。俺たち、二次会的な扱いだもんね。そうですね。うん、軽く、なんか、ちょっと、ちょってそうそうそう 村とかアマース配信やった後にじゃあちょっと幽霊調査行きますかみたいな感じでやってることが多いのでまあその時にねあれ MJ レベルがみたいなあれって常に一緒にやってるわけじゃないんでそうですね MJ だけ一人でなんかどん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 こう先走っていっちゃうんで <laughs> 確かにもう我慢できないみたいな感じですもん <laughs> そんな感じで、あの、2万になった MJ と共に、微労で15倍。ちょっと頑張りますわ。2万いってるプレイヤーはそんなにいないので、1万は結構いるんでね。1>, 1万5000でも全然いいけど、まあまあ、<っ> MJ の良きところでまたやりましょう。そうですね。はい。それに関しては。いやじゃあ今日は MJ 先生、どうもありがとうございました。はい。ありがとうございます。お、はいしま